皆さん、こんにちは。カメラマンの笠子と申します。京都の嵐山でおすすめのランチが食べられるおすすめレストランということで、銭湯を改装したおしゃれレストラン、嵯峨の湯のランチを紹介していきたいと思います。なんとですね、ここですね、すごいんです。銭湯だったところをリノベーションして、めっちゃおしゃれな、カフェレストランにしてるんですね。で、なんとなく銭湯の面影も残ってます。で、これ、銭湯がどんな感じで中残ってて、もう本当におしゃれなんですけど、一部壁とかにね、おしゃれなこう銭湯の感じが残ってるんですけど、店内なぜか撮影禁止というですね、なんで店内撮らせてくれないんだみたいな話なんですけれども、まあ、料理は撮ってきましたので、ちょっと紹介をしていきたいと思います。で、2つですね、なんかおすすめメニューがありまして、このチーズ山カレーセットということで、ランチだとサラダとドリンクがついて、さらにこの恐竜の卵っていうオプションをつけて、1770円ということで、これね、行った、友達が食べて、たんですけど、めちゃめちゃ映えますよね、ということで。これ私食べてないので、ちょっと味はわからないんですけど。いやー、これ取りたいですよね。銭湯をリノベーションしたところで、この卵の乗ったカレーということで、なんか少し辛くて結構ボリュームがあったという話を聞いております。で、私が食べたのはですね、こちらですね。お豆腐パスタセットということで、サラダドリンク付きで1850円ということで、まあそこそこいい値段はしますけれども、これすごくないですか、この。パスタの皿の上に木の板を乗せて、そこに豆腐が置いてあるって斬新じゃないですか。で、しかもこれすごいのが、豆腐だけ食べてもいいですと。で、この柚子胡椒が置いてあって、左の方にお塩が2種類置いてあるんですけど、豆腐だけ食べてもいいんですけど、この豆腐をこのパスタのところに混ぜても食べても美味しいですという感じで、豆腐をパスタに混ぜるって意外と合うんですよ。いやー、なんかおしゃれで、いや、なんか、すごいいいですよね。まあ、1850円って結構いい値段はしますけど、でもやっぱり京都の嵐山に行って、銭湯を改装した場所で、でも銭湯を改装したけど別に汚くなくてすごいおしゃれで、で、しかもなんかこういうどこにもないようなこのパスタの上にね、板が乗っかってて、で、このお豆腐とパスタに混ぜる、もうなんか全てのものが完璧に仕上がっているという感じですということで、ぜひですね、皆さんの京都の嵐山に行く際は、この銭湯を改装したおしゃれレストラン、嵯峨の湯のランチ、とっても美味しいですので、私はお豆腐パスタしか食べてませんけれども、あれも美味しかったという話を聞いておりますので、ぜひですね、嵐山観光に行く際は、この銭湯を改装した、嵯峨の湯さんに行ってみるといいんじゃないかなと思います。